こんにちは谷口太郎です本日は、えー、以前作成した日本語とオブジェクト執行について語る謎動画の続編を作ろうと思います。で本日結構これを飲んでましてこれ、まあ、お酒ですね <laughs> あの。いつも以上にあのまとまりのない動画と言いますかただあのちょっと飲んでるのでいつもよりすごくあの勢いがある。 あの勢いがあるって自分で言うなよって感じかもしれないですけど自分でちょっとこう話しやすい状態になっているのでえちょうどいいかなということであの動画撮ってるんですがただあのこの動画なんですが実は似ていく目であのさっきめちゃくちゃ喋ってたんですけどあの急にこの iMacPro があの固まりましてあの撮ってた動画が消えるというあのどこがプロなんていうねあの <laughs> 40万もしたのに <laughs> ひどすぎるっていう。 まあことなんですけどちょっとまあということでちょっとテンションがあのお酒飲んでこんないつもより喋れるって言って喋り出す割には前半10分ぐらい10分っていうかあの10分以上喋ってたんですけどそれと今からちょっと前半同じこともう一回言うのでなので私がちょっとこう落ち着いちゃってるというか一回喋ったこともう一回言う感じになっているのでちょっと勢いを失っちゃってるんですがまあ,あの話していこうと思いますただまあ後半はあの その取り直しで通り過ぎたところからは普通になると思います <laughs>、まあ。あんま変わんねえかな <laughs>、まあ。ということで話していこうと思います。で、えー、前回話した動画なんですが、えー、と日本語とオブジェクト指向についてという話をしました。で、えー、前回話しきれてないというか伝わってないというか、まあ、絶対伝わってないと思うんですけど、話してない部分があると思うので、えー、そこ話,すと話そうと思うんですが、えー、前回のまあおさらいですね。 前回話したかったことというか、えー、前回の話に含まれている内容を話そうと思います。で、えー、まず一つなんですけど、えー、通信にはまあプロトコルがあるなんてことは言って、言う気はないんですけども、2回目なので、なんかどうしても1回喋ったことをしゃべると、なんかちょっとまとまっちゃうというか <laughs>、まあ通信にはプロトコルがあるという話になってくるんですけど、えー つまりまあ前回話していた内容はあの頭の中にクラスがあってまあ記憶というのはクラスのようになっていてでオブジェクトを作成することができてそのオブジェクトがまあ自分の人格だったりするということでまあ自分人格というか今しゃべってるのはオブジェクトでただ記憶はクラスのようになっているんじゃないかっていう話ですね。でそれは相手にも言えて例えば人の相手。 志村健さんクラスが私の頭の頭中にあったりとかつまりあの今の今喋っている私の言葉は空気を振動させていてそれをマイクが拾ってるわけですねであのこれを見てる人の機械のスピーカーからスピーカーを振動させて空気を振動させて伝わってると思うんですけどつまり音波なんですよ音の振動だと思うんですけどその何ヘルツとかあると思うんですが人間にしか聞こえないような音波だと思うんですね。 つまり他の動物では私が喋ってる音は全く聞こえてない可能性もあると。でただまあ私が人間が喋ってるっていうのを分かって見てると思いますので、まあ、この機械もそれに最適化されているので、えー、伝わって ると思うんですけどつまり耳から聞こえてるのは音の振動だけですよねブーンみたいな <laughs> 実際にどのように振動しているのか分かりませんが私の声は伝わってると思いますそしてあの私の映像はカメラが見てあの目で見える電磁波の波長っていうのも可視光みたいな感じでな何歩から何歩みたいな波長目に見える波長っていうのは あの決まってるんですけどつまり見えない紫外線とか赤外線は目には見えないですが、まあ、見える範囲の光があのカメラに映ってそれがモニターに出ていてそれを目で見て私があの頭の中にというか私が目に見えていて私が喋ってるように見えてると思います。で、えーまあ、かなり何を言ってるんだかあ,りあると思いますがつまり私が今。 あのこの画面の前の人に喋っていてそれを聞いてもらってると思うんですが、えー、実際に伝わってるのは音の振動と、まあ、光だけなんですよねただあの私の私が喋ってるように見えてると思いますでつまりあの私のクラスが頭の中に存在してるんですよあの見てる人にもあのもうすでに存在していて、えー、私のクラスが頭の中でオブジェクトが生成されていて私のオブジェクトが生成されていて それがあの私の夫とかを代わりに出していると思います。そのように認識されていると思います。まあ無意識意識しているわかんないですけど、あの私はそういうふうに認知してしました。<laughs> で、あのつまりまあ志村けんさんクラスがまあ存在していて、志村けんさんの昔の動画とか見たら、まあ、志村けんさんが喋ってるなぁと見えると、それは志村けんクラスが私の中にあって、えー、オブジェクト化されるということですね。 でえー、っとでその考えでいくと、えー、幽霊が存在するということをさっきめっちゃ熱く語ってたんですけどちょっと流れがめちゃくちゃになってますね、あのー、一回語ったことをもう一回思い出して喋ってるので,、えー、で何が言いたいかというと今私が今あの喋ってるのを見てもらってると思いますけど今私は喋ってないんですねで何が言いたいたかというとう、えー この動画を見てるときに、私は、現実の私は全然違うことをしてたりするわけですよ。あのつまり、まあ、これ、ライブだったら、まあ、本当に今見てるかもしれないですけど、これ、今、ライブじゃないですよねっていうところですつまり、今、私が死んでても、今、話を聞いてるわけじゃないですかで。幽霊とは何かっていうふうに考えたときに、まあ、多分、志村けんさんに会ったら、幽霊だと思うんですよね、それは。つまり、幽霊は存在しない。私は幽霊存在しないっていう立場なんですけど。 あの全然全く信じてないんですけどただ幽霊は存在すするっていいう,うに今回気づいたんですねそれはなぜかというと、えー、相手の手の喋っているというか相手を見て、えー、その人が話を聞く場合に、えー、そのオブジェクトが頭の中に生成されてそれがしゃべるからですね。つまりあの 今志村けんさんいないですけど私の頭の中の志村けんクラスは今実体化することができるわけですよ今志村けんさんに喋らせることもできるあの私の中の志村けん私は志村けんさんと全然あの,あのテレビで見てるだけなのでだからあの今オブジェクト化してもいいんだよぐらいしか言わないんですけど少し喋らせることもできるわけですねだからあ,のある程度信仰の深いというかあの なんかこうよくしゃべる人だったらこんなこと言ったらこんなこと言ってくるだろうっていうのは想像つくと思うんですよ頭の中でそういうシミュレーションができると思うんですよね喋らせることができるえつまりそれはあの,頭の中でその人の人オブジェクトととと会話すするるここがでできるってことですねそ,それは今話してることは結構本当のことだと思うんですよあの実際にできるというか実際にできることだと思うんですが えー、つまりあの相手目の前にいる有無にかかわらず自分の頭の中にあるクラスはオブ,オブジェクトを作ることができるわけですねというふうに考えると、えー、志村けんさんは目の前あのしもし志村けんさんがいたらそれは幽霊ですけど志村けんさんに私は今会うことができて幽霊,を幽霊なんですよつまりなのででオブジェクトなんですよでってことは存在しているということなんですねということで まず1個あの発見なんですけど私の中で結構大きい発見なんですけど幽霊は存在していると、まあ、あの言葉遊びに近いんですが、まあ、あの幽霊の正体ですねそれはあのクラス自分のクラスが作り出したオブジェクトだと思いますで,、えー、でこれの派生になってくるんですが派生の話になってくるんですがあと、えー、人種差別とかあると思うんですが、えー まあ日本人とかですね日本人差別、まあ、分かんないですけど中国人韓国人黒人白人いろいろあ,のあると思います人種差別みたいなアジア人差別みたいなでそういう話あると思うんですが、えー、私の,あの今までの話聞いてたら、まあ、クラスの概念概念というか あのもし記憶がそういうクラスのような作りになっているっていうふうに仮定したら結構納得いく部分があって、えー、つまり私は今日本人だっていうのが分かってるから今日本語が伝わってると思うんですけどつまりこの人は日本人だろうなって思って。 私の音の音波私が出す音波の振動をマイク越しにマイクとスピーカー越しに聞いて日本語が理解できていると思うんですけどつまり私が日本人だって分かっていて、えー、日本人クラスから派生した私が、えー、頭の中にあるから日本語が通じていると思うんですね私があのー、急に英語しゃべり出して 日本人だと思ってたのに急に英語喋りだしたら多分聞き取れないと思うんでですよであこの人英語喋る人なんだって思った瞬間に英語喋る人クラスを多重継承してあの英語が通じると思うんですけどつまりまあ頭の中のクラスで日本語喋る人日本語喋る人クラスから何か派生してした私が今あのオブジェクト化してると思うんですけどでそれでいくと、えー まあ、いわゆる抽象クラスっていうものであのプログラミングとかであのクラスって聞くと抽象クラスっていうものがあるんですがまああの何ていうかこうそ,れそれ自体ではオブジェクトは作れないんですけどその他のクラスを作るベースとなるクラスっていうものがありましてベースにしか使えないクラスですねそういうものがあのプログラミングでは出てくるというかあるんです あるってそういうのを使うことでとても効率よく作ることができたりとか、まあ、設計上とてもあの考える考えやすくなったりとかするんですが、えー、それに近いものがあってで日本人クラスっていうのはまさに中小クラスなんですねそれで考えるとオブジェクトは作れないわけですねつまり日本人クラスのオブジェクトはないんですよつまり何が言いたいかというと日本人はいないんです日本人はいないしあの まあアジア人韓国人,韓国人もいないし黒人もいないんですよつまり存在するのは個人だけなんですよあの日本人から特化して実際に本当にオブジェクトとして存在するのは日本人である私とか人間そこには人間しかいない <laughs> そしてあの そういうい何人っていうのはあくまででクラスでしかかないいだから何人っていうのは実際には存在しないオブジェクトは存在しないんですねっていうことに気づきましただからあので,ではなぜその何とか差別が起きるのかってなるとあの何とか差別が起きる原因についてちょっと私気づいたんですけど多分個人の名前を知らないとかあの何人みたいな 行動とかあと個人その何人例えば日本人知っている日本人が例えば5人しかいなくて5人が全員悪人だとしたら抽象化,化された日本人人は悪人になるわけですねつまりその個人が結局個人が知っている個人がのステータスというかパラメーターというかまああの属性というか。 知っている個人のなんか偏りとか例えば日本人私の知っている日本人は全員日本語をしゃべるんで日本人は日本語をしゃべるっていうあのクラスになってます私の日本人クラス日本語をしゃべらない日本人はいないというか <laughs> まあいるかもしれないですけどあの割合としてあのそういうふうになってるんですがそれでいくとあくまで そういういい人が多いみたいなだからこうだだみたたいなただそれはあくまで個人なんですよたまたま,のたまたまその個人というかたまたま知っている人がそうっていうことですねなので私が思ったその差別なくそうみたいなのは話はそういうヘイトスピーチとかじゃなくてまず1個、まあ、2個ぐらいちょっと思ったのはそういう悪いニュースとかで何人がみたいな言い方しないで個人の名前をちゃんと報道して。 この人個人が悪いみたいなそういう個人が何か悪いことしたみたいな言い方をしてそのなんか白人が黒人を撃ったじゃなくて白人の何とかさんが黒人の何とかさんを撃ったみたいなあくまで個人がやったっていうかそれが事実じゃないですかあのどうどうやったって個人なんですよ結局人間なんでだからあの個人 っていうなんか認知が結構大事かなっていうところですね。とあともう一つはなんかいいニュースも報道すればいいのになって思いますね。そ,のそれも個人ですけどなんか日本人のなんとかさんがすごいいいことしましたみたいなとかアジア人のなんとかさんがすごいいいことしましたっていうニュースがいっぱい広がっていれば同じ仕組みでいけば 考えれば知っている日本人はみんないい人だったら日本人はいいになるじゃないですか日本人クラスはあのいいになる可能性が高いですよねその多数決だとしたら、まあ、そういう意味ではいいことしてる人が目につきやすいというかそういう差別されないようにし,たしようって思った時に頑張って差別するなみたいな頑張って言う、まあ、そういうだ活動も大事だとは思いますけどその。 立ち上がるというかそういうのはい、いるとは思いますけど本当にその本当の認識というかそういう意味では目につ触れるところがその悪い印象というかなんか目につくところに変な看板を置いたり変な銅像を立てたりとか、まあ、それ <laughs> めちゃくちゃ何かの批判になっちゃいますけど <laughs> あのそういうなんか負の何かじゃなくてこんないいことしてるっていうのが目についたらああすごいなんか。 いいんだなっていう風になるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、これ別に全然悪いあの今たまたまたまあの例えというかって言った感じですけどヘイトみたいなありますけどあの銅像じゃない部分もちゃんと見てドラマとか <laughs> 楽しいドラマとかそれ作ってる人全然あの悪い人じゃないと思うのでそういう批判する理由はないと思うので。 なんかそういう面もしっかりあの何ていうか取り入れたら <laughs> クラスに取り入れたらいいんじゃないかなと思いましたで、えー、そ,それはまた一個で別の話になるんですけど世間ですねちょっと話長くなっちゃうんですけどめっちゃ関連してるのでもう一個言うんですが私はちょっと世間の正体みたいなものにも気づきましてまああの人間失格っていうなんか 小説で世間は個人だみたいな話があるんですけど、まあ、まさしくそれだなっていうので,でそれについてもっと深く理解をしたというか私,のな私が理解した話をするんですがあの記憶がクラスでオブジェクトが作成できるそして話したことがある人物とはその人のクラスを頭に持っていて、まあ、思,い出すこと思い出せる人については頭の中にクラスがあるっていうふうに考えた時に 頭の中には、まあ、これまで話した相手はのクラスは全てあるわけですね。私の頭の中には。まあみんなそうだと思いますけど、あの、あるはずですよね。思い出せるわけだから。ということは頭の中で、えー、これまであった人全てのオブジェクトを作ることができるわけですね。まあ実際には作らないとは思うんですけど、あの作る能力はあると思うんですよ。でそれで考えると、えー、世間が作れるわけですね。 でであのの世間を見たのかって話なんですよつまりそれぞれが見ている世間というのは結局その人が見てきた世界なわけじゃないですか世界というかあった人ですねつまりその人が持つ、えー、クラスの集合体だと思うんですよその人が持っているクラスですねの集合体が世間だと思うんですねだから世間というのは個人本当に個人ごとに持っていて、えー 持っているとでその構成されているメンバーも個人によって全く違う、えー、あなたのこあなたの世間と私の世間は違うってうことですねつまり <laughs> っていうことに気づきましたでなのでまあ例えば世間世間一般で何かエネルギーは灯油を燃やした熱だっていう人もいれば、まあ、私は一エネルギーだと思うっていう <laughs> とかあの 私は思うとかあの,私のオブジェクトとあの私の頭の中にある世間のオブジェクトは別なんですけどただ私の中にあるわけだから私のクラスの中に存在しているのかどうかはわからないですけどあの私と私の持っている世間とはちょっと別な別と考えることができるんですがえただその世間は結局私の中にあるわけですね。 これはあの私自身疑問だったんですが時々個人的にはって言うんですよ私,私も言うんですけど個人的にはこう思うみたいなで常に個人的じゃないですか私が喋ってるわけだから私の話してることなんて全部個人じゃないですか世間の代表であるなんか選挙で選ばれた人だったらまあ別としてそういう人は別として普通に考えてあの誰の誰の意見を 何て言うんだろう代弁してるわけでもないのに全部私の意見じゃないですかそれ考えると個人的にはっていう私が考えて喋ってるのになんでこうあのいちいち個人的と個人的じゃないのがあるんだろうって思ったら頭の中に世間があるんだなっていうことで今回のこのクラスあの今まであった人のクラスの総,総合的なものがなんか頭の中に世間として存在しているって考えると頭の中に世間の意見も持っていると。 だから個人的な意見と、えー、そうではないっていうのが区別して喋ることができるのかなっていうふうに思いました。ということで結構あのなんか前回作った動画あのまあ記憶クラスとして記憶していてあの考えるじ実際実体化したオブジェクトを使って喋ったりとかあのしているという考え方で結構 あの謎の今まで私が感じていた謎の現象あの個人的にはこう思うみたいな喋っちゃうこととかあの世間ではこうですよみたいななんでって何が分かるんっていう <laughs> あなたの世間に俺属してないのかなとか <laughs> いろいろなんかそういう謎の世間って何だっていうあの謎の世間の正体がもまず分かりました。あと あの人種ですね人種差別とかよくよく考えるといないじゃんみたいな日本人なんていないじゃんみたいな日日本本人人はいいるるんんんですすけど日本人の誰々さんがいるんですねあのこれあの誤解ないようにちょっともう一回言いますけど日本人はいるんですけど日本人の誰々がいるんで日本人っていうのはいないんですよ私が日本人だっていうのはいないんですよ宇宙人がもし来ても宇宙人の何々な,なんですよねで私が宇宙人だっていうのはちょっとないと思うんですよね あの個人名があると思うんですまあないとしたらちょっとやばいっていうか何でしょうね「死、まあ」使徒とか <laughs> あのわかんないけどあの普通の生物で考えて人間のような生物だったら個人が存在していてまあっていう感じだと思うんですよ。ということで地球人のオブジェクトはないってことです。必ず何かの 何かそこから派生した個人になっているっていうところでなんかあ人種なんてないのかなっていう結局個人なのかなっていうところと、まあ、まとめに入ってますけどあと幽霊以外にいるっていう幽霊いるじゃんっていうこう今喋ってる私も幽霊ですよっていうまあもし私がし死んだ後この動画見てる人がいるとしたら幽霊ですよねこれってい今いない人と喋ってますからね まあ、てか今私全然違うことしてんのに私を見た人がいるもうドッペルゲンガーっていうんですかねこういうの、まあ、ある意味幽霊ですよね、まあ、ということで、えー、幽霊はいると <laughs> だから幽霊はいる日本人はいない世間はあのそれぞれ人それぞれ持っているっていう <laughs> まとめると <laughs> そういう話になりましたじゃああの何かあの 同じような違和感というか疑問を持ってた人のちょっと参考になったら幸いです。私は結構すっきりしました。えー、以上ですババイバーイ